では両チームのメンバーです。まずはホームの甲府です。ゴールキーパー川田、浦上、新井、メンデスの後ろ3枚です。山田陸と野津田の中盤センター、両ワイドが荒木と須貝、長谷川とそして宮崎がスタメンに戻ってまいりました。ツーシャドウ、最前線にはウィリアン・リラです。さあ一方の長崎です。ゴールキーパーは富澤、マイクマ、二見、江川、米田の最終ラインです。海洋セザールと桑崎の中盤センター、右にウェリントンハット、左に今日は名倉、そしてエジガルジュニオと上中の2トップ 4-4-2 の布陣です。まあ、とりわけこの中盤の2センター、両チームがどれだけ主導権を握れるかというところも大変注目です。ボールをセットしてウェリントンハット、左に展開しました米田です。縦に仕掛ける米田、中にはエジガルジュニオ、ファーサル右足、リアで合わせた上中、あっという間にゲームを動かしました。ホームの甲府先制、開始3分でした。もうどんどん勝負するんだと、まあ、逃げずに縦突破、まあ、シンプルにクロス、まあ、いい場所に上中いましたし、少しもしかしたら風の影響もあったと思いますし、厚く当たりすぎなかったのが良かったかもしれないですね。少しオープンに開いてインサイド、少し風に乗ったところで、まあ、キーパーの川田からすると少し逃げていく、うん、まあ、いいとこ飛びましたよ、はい、見事です。まあ、だいぶ疲れも取れたので、まあ、足もフレッシュになったと、まあ、しっかり結果を出したいという今節に向けての宮崎です。新井ワンタッチ、前を向いたチャンス、左足アウトが出て、もう一度長谷川が落ち込んで甲府同点。縦の出しですね、スローインから始まりましたけど、少し動かしながら野津田ですね、ここで潰されるんですけど、新井からダイレクト、長谷川を受けた場所非常に良かったです。アウトでシュートして、それをもう一回落ちたボール自分で反応しましたね。もう見事でしたね。この受けたライン感非常に良かったですし、前向くタイミング、アウトというかつま先ですね。そしてまた落ちてきたところに反応する、ここですね、スッと反応してしっかり無人のゴールにインサイドと、バックステップ新井、メンデスからの縦ワンタッチで受けて持つだ、バイト、中に宮崎、宮崎得意のミドル、わずかに枠の右、外にボールが逃げた分、ストレート系ですかね。ここの強さもありましたし、そうですね、少しアウトにかかってますよね、はい、宮崎がもう一度引き出します。荒木のクロス、ファーサイド届いた、チャンス、メンデス石入れてきた、いいボール入りましたね、ストレートのね、ボールの軌道を見ながらメンデス我慢しながらね、おそらく一つ前で競って頭っていうところもあったと思いますけど、荒木左足サイドを変えます。前残っているメンデス、スペースに落とす、チャンス、荒い、メンデス落とし、荒いでしたね、高さですよね、はい、あとは新井が、まあ、2列目3列目から出てきましたけど、まあ、すごくシンプルな攻撃ですけど、長谷川です。須貝追い越す、一旦下げて野津田、山田、もう一度野津田です。須貝クロス入ってきた、まあ、少しこの作りのところがですね、野津田から須貝でワンタッチで少し外に外したところ、左足クロス、まあ、入り方も抜群でしたし、リラね、やっぱり長崎の選手が少しボールウォッチャーになったところ、背中から入ってきてますよね、まあ、これだけ深いところまでえぐられるとやっぱりボール見てしまいますから、まあ、上げられる瞬間はしっかりリラも見てたと思いますけど、このボールの質も非常に良かったですし、背中から前に入ってきましたね、はい、で足の裏で当ててると思うんですけど、見事でしたね、まあ、良いゴールでした。桑崎もう一度広げて米田へ、ヘディング、クロスボール、入ったばかりの徳良のヘッド、当てるのはやっぱり上手ですよね、シンプルに上げれるタイミングで上げるということは大事になってきますね、この徳良が入ってくることによって、スタンディングでちょっと戻りながらで、あのヘッドですもんね、本当そうですね、内藤がボールを持つと相当期待感のある歓声が、ね、スタジアムからも溢れました。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、勝ち点差1、
3位と4位の直接対決、 J1 昇格に向けての生き残りをかけた一戦です。見事ホームのヴァンフォーレ甲府、今シーズン初の逆転勝利。大きな大きな勝ち点3を使いました。